所秀夫 VS 太田忍。青コーナー165センチ、60.90キロ、太田忍。赤コーナー170センチ、60.70キロ、所秀夫。この試合はライジン MMA ルール、各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なお、この試合は両者が合意しなかったため、頭部、顔面の肘による攻撃が認められておりません。なお、この試合の勝者には株式会社コンプ様より勝利者賞が贈られます。レディーファイト。1分半、プレッシャーかけな
から手だけ抜いて、肘だけ抜いて、ね、大丈夫大丈夫、右手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 さあ、蹴ってくる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 、しっかりプレッシャーかけて、中で裏で行けちゃう、裏で行けちゃう、指にしっかりプレッシャーかけて、そう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 、まだ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 、そういう方に悪くない悪くない悪くない、そういう方なし、残り時間1分、残り時間1分、Seconds out, please. Seconds out. さあ、距離だけね。今のままでいいかね。ラウンド2! はい。勝
者タクラヒデオ The winner from Japan ヒデオタクラ第1試合7分20秒腕十字固めより勝者タクラ ライジンファンの皆さん、格闘技ファンの皆さん、お久しぶりです。所秀夫です。太田忍選手、今日は本当自分の実力を出せなかったと思うんですけど、来月とか再来月とかやったらまた違う結果になると思います。引き続き格闘技頑張ってやっていきましょう。本当に何もできない僕なんですけど、こうやって試合することによって周りの方々に協力してもらったりとか応援してもらったりとか喜んでもらったりとか、本当に格闘技っていいなと思った毎日でした。本当にありがとうございました。